静かな中に流水の音と虫の音が響いて、ここは現実なのでしょうか。七夕といえばやはり願い事の短冊ですね。短冊に願いを書く風習の由来は、職女に技芸の上達を祈願したこととされています。ですから私もアイドルとしての輝きを願います。織姫と彦星の伝説、以前はただの一つの物語としてしか思っていなかったそれが、今はとても身近に感じます。それはプロデューサーさんがいるからですね。美しい布を織ることに没頭し、身なりにも気を使わない娘。そんな織姫が一つの出会いをきっかけに変わっていく。かの伝説はそう読み替えることもできます。結果、織姫は機織りを忘れ怠惰にふけてしまいますが、私には織姫の気持ちがよくわかる気がするのです。一つの出会いで世界が開けていく、あの感動が。ですから私は勤勉なままでいましょう。あなたとの間を神様に引き裂かれないように。そしていつか二人であの星空に。七夕の空、幻想的な天の川、この輝きに飲み込まれてしまわぬよう、私も精一杯の輝きを見せたいと思います。人々の思いを背負う一つの星として、そうありたいですから。ベガもアルタイルもそのものはただの星にすぎません。ですがその光をつなぎ、そこに物語を見出す人の営みが、織姫と彦星の物語を作り出しています。アイドルの歩みも星の物語と同じようなものです。私たちの一人一人はただの少女にすぎません。ですが会場を埋めるライトの光、スタッフの方々、歌と衣装、そして何よりプロデューサーさんが、アイドルという星、その物語へと変えてくださるのです。
星の川を渡り、どこまでも歩みましょう。あなただと描く私の物語。素敵な月末を楽しみに。ページはまだまだありますから。一言一言、星へ綴った願いの言葉は連なって、色とりどりにこの笹を飾っています。この笹もまた一つの書なのかもしれません。思いを乗せた言葉が集まって物語となるように、星の輝きが集まってあの天の川を作っています。私たちは星の輝きに願いの成就を見る。ならばあの天の川はこれまでに空に届き叶えられてきた無数の願いなのかもしれません。空へ届き成就した願いたちは、今度は輝く星となって次の願いを導き見守る。そういう考え方もできるのではないでしょうか。年に一度天の川を渡る織姫と彦星は、これまでの星を越え願いを叶える巫女と宮司、二人の仰せは成就を導く祝福なのでしょう。そして私は人々の夢を背負い、誰かの願いを担うアイドルです。織姫のように今宵の務めを果たしましょう。小さな思いをつなげて一つの物語に、たくさんの光を集めて星の舞台に、皆様と私の願いをあの空へ届けます。